はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ネッツ兵庫トミカ86レーシングトヨタ86の121号車を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはネッツ兵庫トミカ86レーシングのトヨタ86-121号車です。このモデルは東京オートサロン2017で発売されたモデルです。また開封せずにそのままになってたのでレビューしてみたいと思います。フロント周りの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてあって、牽引フックの部分もプリントされてるね。ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。グリル周りもいい感じだね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分はレッドに塗装がされてあって、ネッツトヨタ兵庫のプリントとトミカと121号車のプリントがされてます。で、このままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。ルーフの部分にはトミカのロゴと、この部分にはレーサーの今橋さんっていう名前もプリントされてるね。で、このまま見ていくとトランクの部分にはトミカ、ネッツ、トヨタ兵庫のプリントもしっかりされてます。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。ホワイトとレッドの切り替えがされてて、ネッツ、トヨタのロゴもプリントされてるね。それ以外にもたくさんのプリントがしっかりされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。バンパーの部分には86とかトミカとか121号車のゼッケンナンバーもプリントがされてます。小さくだけどここにもトヨタのロゴもあるね。で、運転席側はこんな感じだね。これは助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。すごくたくさんのプリントがされてて、すごくレースの雰囲気も出てるね。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、運転席側から見るとこんな感じだね。シフトノブのところとかもしっかり作られてるね。だけど通常版のトミカと同じような内装になってんのかな。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。ホイールのリムもホワイトで塗装がされてあるよね。で、アクションの部分は左右ドアの開閉ギミックだね。で、裏の方はトヨタ86ナンバー46番の2012年の写真になってます。で、よく見るとこのホワイトの部分はパールホワイトで塗装がされてあるんだね。たくさんのプリントがしっかりされてあって、レースの雰囲気がしっかり再現されてると思います。箱の方はこんな感じだね。特注トミカのイラストがあって、この部分にはトヨタガズーレーシングの121号車のプリントがされてます。で、側面の方を見るとこんな感じだね。で、この部分にはレーシングドライバーの今橋さんの写真もあるね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日は特注トミカのネッツ兵庫トミカ86レーシングトヨタ86の121号車を紹介しました。で、このモデルは東京オートサロン2017年に発売されたモデルだね。で、レースに参戦しているデザインがフルタンポ印刷でしっかり再現されてて、いい一台になってたね。で、このモデルは東京オートサロン2017で購入したんだけど、今はオークションでは1500円から2000円ぐらいのちょっと高値になってるね。気になる方はチェックしてみてください。で、2019年の東京オートサロンでもネッツ兵庫の特注トミカは発売されるね。で、今回は東京オートサロン行けないけど、なんとかオークションか何かで手に入れたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。